グリシンは1914年に設立されたスイスのビエンヌに本拠を置く腕時計メーカーである。1953年に発売されたグリシンエアマンが特に有名であり、24時間アナログダイヤルと回転ベゼルを備えた GMT 時計のコレクションで軍用及び商用パイロットに好まれている。エアマンはベトナム戦争中に 多くのアメリカ空軍パイロットに着用されていた。また、ジェミニ語宇宙飛行中に宇宙飛行士のピート・コンラットが着用していたことで有名。社名のグリシンはイタリア語やポーランド語、フランス語などのフジツルに由来する。創業者の友人名ンが、フジツルが古い名ン屋を表し、古い樹木の上に花を咲かせ、時計産業でも花を咲かせること。そして、 富士ルの性質上、あらゆる場所で繁殖し、手入れがあまり必要ではないにもかかわらず、美しい花を咲かせるため名付けた。グリシーンエアマ四42、ダブル 12GL0061 ウォッチ1914年、スイスの時計メーカー、ウジェーヌメーランによって、ファブリック D、オーラジャーラ・グリシーヌとして設立された。初期は、レディースウォッチの 小さなムーブメントの設計と製造を専門としており、1930年代にグリシンは自動巻き時計に続き、クロノメーター時計を発売した。1931年、メーランがオリジナルの自動巻きムーブメントを開発、グリシン方式として特許を取得。1953年、パイロットからの要望で開発されたグリシンエアマンを発表。これは、 24時間表示で第2時間帯の設定ができる回転ベゼルを採用した自動巻き腕時計である。このエアマンはアメリカで成功を収める。この頃にグリシンチーフチューラーを同時に制作。これはチューリッヒにある宝飾店チューラーのために制作された海軍や空軍向けのエアマンになる。厳密にはエアマンのロゴは刻印されていない。1967年。 エマンズストを発表。オレンジ色のインナーベゼルが特徴的で通称パンプキンと呼ばれる。SST とはスーパーソニックトランスポート超音速輸送機の略でボーイング社の輸送機のために製作。しかし実際の輸送機は完成せずに1971年には中止になる。1978年エアマイクオーツを発表。1980年代 アルタス、アルタスのブランド名でアメリカ空軍に腕時計の供給を開始。1990年、エアマンワールドタイムクオーツを発表。1998年、エアマンのリニューアルモデル、エアマン2000を発表。2001年、グリシンアルタスのダブルネームモデルを発表。2002年、自動巻きムーブメントを3個搭載したエアマン7を発売。 2004年、エアマン自動巻きクロノグラフを発売。2006年、エマンズスト、エアマン SST を復刻。2007年、46ミリサイズのエアマン17、38ミリサイズのエアマン18を発売。2011年、アルタス社のステファン・ラックが新しい CEO に就任。2014年、DKSH グループが株の半数以上を取得。参加になる。 2016年、グリシンはインビクタウォッチグループに参加した。インビクタは同社の流通及びマーケティング戦略の開発に主に関与していた。現在、グリシンには5つのコレクションがあり、その全てが航空、または軍事をテーマにしている。過去には、角形ケースの自動巻きクロノグラフのアルタス、レグランドキャレ、ストラトフォーテ、ダイバーモデルのラガネア、 手巻きポケットウォッチの回 -104 タスケール、ミリタリーデザインのオブザーバー、ビエンネ1914、ラターングロー、初期のグリシンを復刻したユージーン、友人メイラン、友人ーーメイラン、ありがとうございます。